皆さん、こんにちは。放送大学富山学習センターで薬理学の基礎を担当する山本健です。現在、薬は医療用医薬品だけではなく、一般用医薬品、OTC 医薬品もあり、薬局、薬店で広く接する機会があります。薬理学とは、これらの薬が人に与える影響や、薬と体の相互作用によって起こる現象、さらにその作用機序、メカニズムについて学習する学問です。本講義では、種々の薬の薬理作用を理解するために、代表的な疾患を例に挙げて、薬が体にどのように作用し、どのように病気を治すかを説明します。この授業で薬について理解し、知識を得て、今後の生活に役立てることができるようになればと思います。